はい、どうもゆきです。ロックマイクゼ4トーナメントレッドさん実況プレイ続きやっていきましょう。前回とうとうダークソウルが目覚めたところですね。ママからの OK も出てネットたちはアメロッパへ向かう朝を迎えていた。アメロッパに参ります。いやですね、だいたいアメリカ行くといいことねえからな。のネットくん、ロックマンとネットくんが今混ざった。ロックくんって言いそうになった。とうとうこの日がやってきたぜロックマン。レッドさんトーナメント今から燃えるぜ。まあ、名前かっこいいからな。今からそんなに張り切ってちゃアメロッパに着く頃にはクタクタになっちゃうよ。そろそろ出発しようか。空港にはちょっと余裕を持って着いた方がいいからね。本当だよね、結構時間かかるからね。よし行くぜ、目指すアメロッパ、いざ出発。あとだいたい空港楽しいからね、早めに行っても損はないと思いますけど、一応ママに一言言ってから行く。いよいよ出発ね。うちのことはママに任せて思いっきり楽しんでらっしゃい。オッケー、現地で女の子引っ掛けてくるわ。で、ここの駅からもうすぐ電山空港行けるっていうね、立地いいですね。で、すぐアメロッパ行けるっていうね、外国近すぎ、もうすぐ行ったね。ネットくん、メールが届いてるよ。はい。E-mail me. 待ち合わせ場所。こんにちは。こちら世界ネットバトル協会です。そろそろアメロッパにお着きだと思います。そちらにネットバトル協会の現地スタッフを活かしております。川のほとりの広場に行けば会えると思います。トーナメントまでの期間は彼の指示に従うようにしてください。それではご検討をお祈りします。はい、了解です。じゃあ帰りましょう。あ、ちょっと待って。帰れた。ちょっと待って。帰れた。え、アメロッパに行ったり来たりそれもタダで？そんな夢みたいな話はあるわけない。いや、今行ってすぐ帰ってきたけど？夢みたいな話やったけど？すげえな、これ帰れるのか？知らんかったわ、これ。で？あ、ボンズみたいなおっちゃんか。こいつか。あ、ネットバトル協会の人ですか？おー、あなたがヒカリさん？はい、はじめました。私、ネットバトル協会のボンズいます。名前覚えてた。なんてことはないモブキャラなのに名前覚えてた。お前、ボンズ感がすごいんだよ。よろしく頼もう。これからの予定はホテルにヒカリさんを連れてくですが、チェックインまでまだ時間あるだす。しばらくアメロッパ観光でもしてくるがいいぞ。おっと、その前に、これあげるっぺ。お、ネットパスポートありがとうございます。それは電脳世界のパスポートだ。それがあればいろんな国のインターネットに行けるっちゃ。それじゃあいろいろ観光したらまた私のところに来いよ。インターネットもパスポート入れて結構住みづらい世の中っすね。ここはホテル？ラブナ？ラブナホテル？何の店だろう。客はいるようだが中が薄暗くてよくわからない。怪しいから、怖いな。怖いな。はい、いらっしゃいね。アメロッパ名物ムカデアリアチョコはいかが？今ならたったの洗剤にここで食べなきゃ損しちゃいますよ。なんかこれ値切れんだよね、確か。高いですか？なら900ゼニー。やだ。まだ高いか。それならば800ゼニー。高いな。え？まだ値切るのね。こうなったら思い切って。500ゼニー半額になった。負けて！こうなったらこっちも意地よ。儲けはなしでいいわ。250ゼニー。これ以上はまからないからね。うわぁ、もう一押しして。でも、まからないって言われてるからな。いや、ノーだともう買わないってことになっちゃいそうだから、ここでさすがに妥協するか。食べます。毎度あり。大損だけど、この勝負私の勝ちね。4分の1になったんならいいでしょう。ムカデリアチョコを食べた。もぐもぐコリコリ。うわーい、チョコの中に入ってるムカデリアナッツが絶妙だぜ。名前ムカデみたいなんだよ。こんな美味しいものが200ゼニーで食べられるなんてラッキー。4分の1値切ったからね。相当いったからね。本物のムカデリアチョコはここでしか食べられないのよ。いい思い出ができたね。なんなのムカデリアって。なんシャンデリアなの？どういうこと？オープンカフェ。こんなとこ優雅すぎでしょ。へい、観光の人、アメロッパの思い出にドキボックスでもやっていかんか？わしが持ってる箱にペットを接続するだけでドッキリ体験が楽しめるぞ。やるかい？絶対に土産話になると思うぞ。やっちゃいけないんだよ、こういうの。それじゃあ、あんたのペットをドッキリボックスにつないでやっと。準備完了。ではでは、ドッキリタイムの始まり始まり。3、2、1、ドッキリボックス！ウイルスじゃねえかよ。いや、バチクソウイルスじゃねえかよ。オッケー、カウンターヒット。よしよしよし。開けてびっくり、ウイルスさん。これぞかの有名なアメロッパ名物ドッキリボックス。体を張ったドッキリこそアメロピアンジョークの真髄じゃ。はっはっは。二度とすんな、じいさん。二度とすんなよ。まあ、それでデリートされたらどうするつもりなんじゃって話なんすけど。んボーイ。ふんふん。俺たちアメロッパボーイズ。ははん。どうだ、いい歌だろう。うん、楽しそうだな。ホームパーティー。うわ、アメリカン。
ホームパーティーとかしたことないし、する気すらないよ。おー、素晴らしい建築様式ですね。とても昔に作られたものとは思えないのですよ。あのね、この泉にね、コインを投げてお願い事をしたら願いが叶うんだって。何をお願いしようかな。あ、そうしたら僕もチャンネル登録者5万人になりますように。5万人リアルなとこ行ったな。5000万人とか言おうとしたら5万人ってリアルなとこ行っちゃったよ。だったらいいな。次は？おー、これがかの有名な英雄の像か。伝統と科学の融合した姿だ。あ、美しい。マニアだな、あいつは。レッドさんトーナメント、優秀なネットバトラーが見つかればいいんだけど。姉ちゃん、前にいるよ。目の前にいたよ。ここは入れないと。で、これが何？なんか英雄の像とか言ったか。フラグインができるようになると素晴らしいですね。すごい建物でしょ。これは殺せよってんだ。昔はこの中で剣闘士って呼ばれる人たちが戦ってたんだよ。剣闘してたのかな。それにちなんでこのコロッセオが今回のネットバトルのトーナメントの会場になるんだって。数千年の歴史を経て再び戦いの舞台に。ロマンを感じるな。まあ、小学生、数千年の歴史を経てとか言う？うわ、チップトレーダーあるけど、これはね、ストーリー中はまだ使わないようにしたいんですよ。ちょっと壊れ性能のチップとか出たらストーリーのバランス崩れちゃうんで良くないかなと思って。ヘイ、ボーンズ。はい、ヒカリさん、アメロッパ観光はどうだったでしたか？エキサイティングだったでしょう。それではこれからヒカリさんが泊まるホテルにご案内するぞ。ついてこいください。いいね。彼の日本語は好きだよ。こういうね、もう、なんか、クソみたいな下手くそな日本語がね、可愛らしいんですよ、ボンズ。ボンズ案内頼んますよ、ボンズ。やっほー。あんなにスピード出しちゃぶねえな。ネット君、早くボンズさんの後についていこうよ。迷子になっても知らないよ。わかってるって。やっほー。帰ってきた。めっちゃバックしてきた。なんだ Hey boy! 悪いが少し眠ってもらうぜ。なんなんだよ。なんだかんだと聞かれる。わぁ、ネット君拉致られた。だいたい海外来るとネット君いいことないんだよね。ヒカリさん。あれおかしいな。ヒカリさん、どっか行っちゃったでーす。ボンズ？怒られるぞ。上の人たちに怒られるぞ、絶対。いいのか？いつつ、ここは？ネット君、目が覚めたんだね。僕たち誘拐されちゃったみたいだよ。誘拐？うん。だけど、ペットが奪われなかったのは不幸中の幸いだね。ロックマンがいるからね。あ、誰か来たみたいだ。隠れとけ。ふふ、兄貴。あのボーイならまだおでんねしてますぜ。あいつ顔がツヤツヤしてますからね。きっといいもん食ってんですぜ。結構な身の代金が取れるんじゃないですか。まあ、なんて言ったって世界一の科学者だからね、お父さんは。え、ここの扉の鍵？ああ、ここの鍵データなら4つに分けてインターネットのアメロッパエリアに隠しましたぜ。頑丈な電脳ボックスに入れてありますから安心ですぜ。もし開けられたとしてもそれなりの準備はしてありやすぜ。それなりの準備、怖いですね。タバスコがありますね。聞いたか、ロックマン。ここの扉の鍵はアメロッパエリアにあるんだってよ。うん。つまり、この部屋のどこかからプラグインできれば、鍵データを探すことができるかもしれないってことだね。そういうこと。どこかにプラグインできる場所はないかな。まあ、こういうの大体ね、扉とかは全然違いますね。この先はユニットバス。ユニットバス苦手だな。超薄型テレビかと思ったが、よく見てみると普通のテレビを壁に埋め込んでる。せこいことすんな。ベッドは綺麗。ここは背もたれなしの椅子。うん、背もたれなしの椅子か。机の上にはホテルのパンフレットや電話。ホテルのパンフと電話あったらなんか警察に通報できそうじゃね？ここのホテルいるんですけど、つって。ソファーかなり大きめ。楽しいですね。冷蔵庫。お金は後払いで好きに飲んで構わない。しかし外で買うより少し高いので要注意だ。お前、あれだよ。犯人たちの、につけられるから。ねえ、買っちゃえばいいのに。お、ここからプラグインできそうだ。ロックマン、インターネットに入って鍵データを4つ探してくるんだ。了解、プラグインお願い。プラグイン、ロックマン行くぜ。トランスミッション行ったれ、ネット君。いや、すみません、今日ちょっとね、酔っ払っててね、テンションがおかしいんですよ。まあ、こういう時もいいですよね。はい、で、4つの鍵データと。まあ、ここから行けんのか、OK？ え？ P コード持ってないじゃん。ちょっと待って。おう、プログラムボーイ、P コードくれよ。あなたのオペレーターさんが誘拐されて捕まってるんですか？
これはいけませんね。さあこれを持っていってください。 Thank you P コード、頑張って脱出してください。その思いに応えてやらねばなるまい。ホテルの P コード OK で、ここに4つどっかあるんだよね。うわ、いきなりウイルスかよ。ここのウイルスなんだ。あー、ボルケルギア、名前がかっこいいね。これですね、ボックス。ロックマンは電脳ボックスを調べた。 OK、 鍵データいきなり D だな。でウイルスが飛び出してくると。これウイルス4体いるんだろうな。でこれが2個目。はい、鍵データ C ゲット、ウイルス。はい、これ3つ目。はい、ウイルス。はい、でこれ最後4つ目。はい、ウイルス。こんだけウイルス食らったらわかるわっつーの。で鍵データ全部集まったから、よし、4つの鍵データが手に入ったぜ。あとはこっそりここから逃げ出すだけだね。行こう、ネット君。さあこっそり行けるのかな。よし、表には誰もいないみたいだな。ネットは鍵データを使った。音がでかい。よし、開いた。一気に行くぞ。はい、そこまでね。バレたね。あ、俺を誘拐した犯人、俺をどうするつもりだ。おい、そんなにまくし立てないでよ。家を殴ったことは謝るよ。君を誘拐したのには深いわけがあってね。そこから先は私が話すだよ。はい、ボンズ。ボンズさん、どうなってるんだ。実は今回の事件は私が仕組んだものだったです。光さんが本当に優秀なネットバトラーかどうかテストしたんです。だテスト。そして光さんは見事でテストをクリアしただす。これでレッドさんトーナメントに出場する権利をゲットしたわけやで。出場する権利って、それじゃこれが予選だったの。多少手荒だったが平たく言えばそうなるっちゃ。明日コロッセオでトーナメントが開かれるっちゃ。今日はこの辺で休んで、この部屋で休んで、明日に備えなはれ。ほな私たちは失礼するったい。いろんな言葉混ざってんだよ。明日は頑張ってくださいね。こっちのやつの方が言葉上手いんだよ、日本語。でもボンズが可愛い。はあ、一時はどうなることかと思ったぜ。けどあれが予選だったなんてびっくりしたな。ほんと、ちょっと乱暴すぎたよね。けどとっさの時に力が発揮できないと、レッドさんトーナメントでは通用しないんだろうね。あ、世界中のネットバトラーが集まる大会か。ロックマン、明日は頑張ろうな。うん、頑張ろうね。さあ、ネット君、明日に備えてそろそろ寝ちゃおうよ。ああ、そうだね。今日はもう使ってクタクタだからな。はい、休んじゃいましょう。いや、でも、誰のソウルゲットできんだろうな、今回。めっちゃ楽しみなんだけど。ネット君、いよいよレッドさんトーナメントの朝だね。調子はどう？あ、バッチリベストコンディションだ。どんな相手でもへっちゃらな気分だぜ。行こう、ネット君、殺せように。よし、光、ネットとロックマンの名前を世界中に轟かせてやるぜ。まあ、もう割と轟いてると思うけどね。轟きくんだよ。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回、レッドさんトーナメント、やっていきたいと思います。誰のソウルが手に入るのか楽しみですね。いや、めっちゃ楽しみ。誰のソウルゲットできるんだろう。ストーリーも楽しみなんだよね。よかったら皆さんも見てください。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。